ブリヂストンデディスで今季5勝目22日まで開催された国内女子ゴルフツアーのブリヂストンデディスは西郷真央島津製作所の優勝で幕を閉じた西郷は直近2週連続予選落ちだったが師匠尾崎雅史によるスイング修正でショットが復調しツアー史上最速の出場10戦5勝を達成 だが、何より光ったのはコースマネジメントだった状況に応じボールをグリーン手前に置く選択ができる20歳その凄みを示した4日間だった取材文イコールザ・アンサー編集部柳田通歳大会第2日のラウンド後西郷の発した言葉に衝撃を受けた 前半はショットが良かったですただ、後半、すべてパーは、バーディーチャンスにつけられませんでした。グリーンの付近だけ違う風が吹いていたりしたので、グリーンの手前にボールを置くこともしました。それは、マネジメントとして良かったです。あえてグリーンに乗せない、選択。確認のため。 その狙いを教えてくださいと質問すると、西郷は後悔した。風がどっちで吹いているか、微妙になって、手前か突っ込むかで勝負をしないといけない2択の時は、手前に置くというジャッジです。なので、今日はそこからアプローチ。寄せ湾が多かったですね。西郷は、グリーン付近の風を読む方法として、 ピンフラッグと周辺の木々を見ていますと話している。それを習慣づけながらも、読み切れない字は、寄せ湾のパーでいいと割り切る。ただ、この判断ができるのは、アプローチ、パットへの絶対的な自信があるから、数多くのプロゴルファーを取材してきたが、ここまでのコメントは聞いたことはない。 くしくも大会初日渋野日な子はピンが奥にあるグリーンへのショットをオーバーさせボギーにしたことを悔やんでいるグリーンの奥に外しちゃいけんのに外しましたピンの手前1 0メートルでもいいという気持ちがなかなか持てなかったよくに負けました第2日も同じミスをしてクラブ選択を間違えました 何回同じことをやるんだよと思いましたし切り替えるのに時間がかかりましたと言った西郷のプレーについて感想を問われた渋野日な子は去年から何で勝っていないのと思うくらい強い選手ですし1回勝ったら何歩でも勝つと思っていました。私も最終的には、 フェアウェイキープ率もパーオン率も高い西郷さんのようなゴルフをしたいと思っていますと返しており一目置かれている西郷自身は優勝会見でスイング動画を日々スマートフォンで撮って保存し気になった点をメモしていることを明かしたマネジメントに関するメモについても プロになって1年目は考え方が未熟だったので、攻め方や風が吹いた時の対応などをメモしていましたと言った、文字通り、努力の賜物だ。師匠の尾崎は、西郷について、ゴルフ能はトップと表現しているが、正直、ここまで考えているのか、こんなこともできるのかと感じさせられた。 全米女子オープン6月2から5日を皮切りにした初の海外挑戦でも西郷の力が存分に発揮されることを期待する20歳西郷真央待っていた我慢のご褒美歴史的10戦5勝そして世界初挑戦へブリジストンリデ,ディス最終日国内女子ゴルフツアーのブリジストンリデ,ディス最終日が22日 千葉、袖がうらしい c 袖がうらしい、6713ヤード、パー72で行われた、首位から出た20歳、西郷真央、島津製作所が1イーグル、2バーディー、1ボギーの69で回り、通算13アンダーで優勝を飾った、ツアー初優勝を飾った今季開幕戦。 最近大,大きいトレディスから出場10試合で5勝目5勝達成に要した試合数は2004年の風土有利11試合を上回り史上最速という歴史的快挙に会見では一時稲見もね、楽天に逆転された展開を含めてつらかったけど 最後まで頑張ってよかったですと喜びを口にした。取材、文イコールザアンサー編集部、柳田通妻西郷は表彰式で、自身の快挙を知らされた。憧れの不動を抜く最速記録に目を丸くしつつ、素直に喜びを口にした。すごく驚いていますが、記録を作ることができて、 嬉しいです会見では1ボギーの37で終えた前半をつらかったですと表現した第3日終了時で3打差をつけていた稲見に逆転され2打のリードを与えたそしてバーディーを狙った11番パー4では第2打がバックスピンでバンカーに入り第3打も寄らずの状況最後はグリーン上で 凄まじい集中力を発揮した。7メートルの下りスライスココホールのこのラインは練習ラウンドでたくさん練習したカップを過ぎると速くなるタッチを合わせていけばいいイメージ通りのパッドは読み通りにカップイン同組の山下美優悠にしぶといと言わしめた大きな一打となったそして 13バンパー4で初バーディー右手で小さくガッツポーズを取るも14バンパー4は第1打を右サイド深くに打ち込んだ右側から木の枝がせり出しその下にコブがある状況その隙間は2メートル程度だったが西郷はここでも感覚を研ぎ澄ませ持てる力を発揮した 前に障害物があったのでドロップしたらボールが潜って下が土でしたただ枝のかを通すしかないので強ょうでまんぶりをしましたボールは狙った隙間を抜けそのままナイスオンにパットでパーをセーブしたその後、15番まで終えて最後を稲を山下 青、ヒセレーナが10アンダーで並ぶ混戦となったが、西郷には我慢のご褒美が待っていた。